ありがとう。どうもありがとう。木曜パック終わっちゃってもさ、うん、別にね、うん、私と翔くんがいなくなるわけじゃないし、 それにすごく思ったんだけど、私一生懸命ね、アイメイクユー大ヒットさせて、はい、全国のねパックリ軍団に会いに行けるように一生懸命頑張るから、うん、待っててね、はい、待ってろベイビー。パックリミュージック。ですね、突っ張りって何なんだろう、本当の意味で突っ張るってどういうことなんだろうということでね、たくさんお便りをいただきまして、こいつだと思う突っ張り人間ね、こう、なんて素晴らしい生き様をしてるんだろうとかですね、そういう大人の人もたくさんいました。そして若者のやつらもたくさんいた。そういうやつらをいろいろ紹介しながらですね、本当の意味で突っ張るってことはどういうことなんだろうっていうことでいろいろ考えてきたつもりだ。やっぱり外見だけでね、ただリーゼントしてサングラスかけたり革ジャン着たりとかだね、例えば単車乗ってるやつ、それだけで突っ張りなのか、なんかそれだけでもこう、頭ごなしにね、あいつらはなんとかって言われたりということを、いろいろ世間ではね、よく辞書とかなんかで突っ張るっていうのを見ると、どうしようもない人間だみたいなのを書いてあって、気分が悪いぜっていうハガキもたくさんいただいてる。そういった意味でね、なんていうか、突っ張りって何なんだろうって言った時に、一言で言い合わせるもんじゃないんじゃないかっていうことで、このコーナーを設けてね、どういったことが本当の意味で突っ張るっていうことなんだろうってことをいろいろ考えてきて、見ていろいろお便りをもらってですね、いろんな紹介もしてきたつもりなんだけども、でもまだまだそれ、いろんな、なんていうかな、大人の人たちからいろんなこと言われたりとか、周りでいろんな出来事があって苦しい思いをしてね、なんか自分の道を見失ってるやつらがたくさんいるみたいな気もまだするんだよね。そこで、今までいろんなお便りもらいましたが、今日は最後にね、一つ、横浜からもらったさとみちゃんのお便りをね、読んでみたいと思います。
翔くん、みゆきさん、こんばんよ、こんばんよ。私は大輔とための18歳の女の子です。私には中2の頃から付き合っていた彼がいました。二人ともバリバリに我をやってました。彼は暴走族のリーダーで、私は学校じゃ番を張ってました。番長だったんですね。だけど去年の夏頃二人で話し合って、このままじゃいけないねっていうことが分かったんだ。これからは彼に真面目になって働いてもらって、私は学校にちゃんと通って卒業することを二人で誓った。男の勲章の中にでも出てくるように、赤とんぼを追っかけてた時の燃えてた瞳を取り戻すために、赤とんぼつまり夢だよね、そう二人の夢を作ることにしたんだ。それは二人だけの家を建てること。だから私もバイトして二人でお金を貯めることにした。大変だった。いくらマジにやろうとしても世間の目はすごく冷たかったよ。学校の先生もクラスメートも誰一人温かい言葉をかけてくれなかった。だけど我慢したよ。やっぱそれは自分がいけないんだもんね。私は耐えた。だけど彼は今年の2月の3日自殺しちゃったんだ。卑怯だよね。私宛ての遺書にこう書いてあった。さとみごめんよ。お前のことを幸せにしてやれなかった。俺って卑怯者だよな。喧嘩では一度も負けたこともなかった俺がこの世の中に負けたんだ。元気でな。私は悔しくて悔しくて目の前が真っ暗になってしまった。今私は学校も辞めてバイトも辞めて家にずっといるだけ。翔くんはこれを読んで甘ったれるなって怒るかもしれない。自分でもびっくりしてるんだ。私がこんなに弱い人間だったなんて。もう戻ることはできないんだね。何もかもが輝いて見えてたガキの時代には戻れないんだね。翔くん、赤とんぼが見えないよっていうお便りいただきましたけど、本当なんていうのかな、一生懸命やろうとして二人で誓ってね、なんていうのかな、頑張ろうって一個の目標を立ってやってきて、で彼の方が自殺してしまった。確かに、悲しいだろうし辛いと思うし、それだけ信じ合ってた彼がね死んでしまったっていうことはすごく辛いことかもしれない。だけど里美が思ってるように、俺はそんなことでくじけていたってしょうがないって思うんだよね。やっぱ生きてるから、なんていうかな、人生っていろんな意味で取れると思うけど、でも生きてるからすごく楽しいことってたくさんあると思うし、死んでしまったら何もなくなってしまうんじゃないかなっていう気がするんだ。で好きだから、その例えば異性と愛し合ったりすることができるし、自分で決めた道なんだから突っ張り抜くことができるんじゃないかなっていう気がするんだよね。だから苦しい時に自分でそこでくじけてしまってね、辛いからってやめてしまったらそこで終わりなんじゃないかなっていう気がする。いつも俺それを忘れないでね、まあ今までもそうだしこれからもそうやって生きていきたいと思うけど、苦しいから乗り越えるんだ、辛いことがあるから乗り越えるんだよね。だからその気持ちを忘れずに頑張ってもらいたいと思う。なんで苦しい時にね、その挫折した気持ちをなんていうかな、ぶち破る強さはじゃあどっから出せばいいんだろうした時に目標を持ってもらいたいっていうことなんだよね。新しい自分でこれから何をやっていくんだっていう自分に自分を気がつかせなかったらね、いつまで経っても俺は先に進まないんじゃないかなっていう気がする。今日のテーマになってる初心を忘れるなっていうこともそれにつながってくるんじゃないかなっていう気がするんだよね。自分は何をやりたいのかっていうことをもう一度よく確かめてみたい、そういう心をいつも忘れないでほしいと思う。だからなんて言うんだろう、例えばもし一緒に家を彼と一緒にの家を建てようっていう目標を決めて、今彼が自殺した今里美はそれを見失ってるかもしれないけど、でもそんな中の今その現実問題を考えた時に、じゃあ自分はどうやって生きるべきなのかっていうことをもう一度考えてみる必要があるんじゃないかなっていう気がするんだよね。人間ってみんなある面では弱い人間、弱いと思うんだけど、それに負けてたら結局ダメになってっちゃうと思うんだな。だから一個目標を持つということはさ、すごい広い意味で見ると現実問題、例えば俺は、歌をやっていこうって自分で決めた時、現実問題として学生だった時はね、やっぱし勉強もあるな、友達とのいろいろな関わりもある、それで親とのいろいろこうなんかごちゃごちゃ言われて嫌だなっていうこととか、例えば試験が近くあってどうしようとか、そういう細かい現実的なものってすごく、自分に直面しててな、例えば歌をやりたいっていう目標とすごくかけ離れてしまってるところってあると思うんだ。何かをやろうって自分で決めたはいいけど、でも現実身の回りじゃそういうことにはすごく程遠いって、だからってそれを見失ったら俺は寂しいっていう気がするんだよね。そんな中でその毎日を自分でその目標にどうやって近づけていくかっていう努力を毎日コツコツしたやつが最後に夢をつかむんじゃないかなって、そういう気がするね。突っ張るっていうことは俺本当にそういうことなんじゃないかと思う。いろいろ今までね、お便りとかもらっていろんな突っ張りがあったけど、でもやっぱし目標を持って生きるってことが最終的には自分にプラスになっていくことだと思うし、やっぱ誰にも負けちゃいけないんじゃないかっていう気がするね。頑張ってもらいたいと思います。さとみね、死んでしまいたいなんて書いてあるけど、でもそれは絶対に自分で
なん逃げていくのと同じことなんだよね。彼が死んでしまったことによってお前がなんて卑怯者だって言ったことと同じことをお前がするんじゃないかって、そんな気がする。だから、そういうなんとかな、彼死んでしまったけどその分までも生きるようなそういう強さな、忘れないでほしいと思います。曲聴いてください、島大輔のナンバーで男の勲章です。聞いてもらってます。彼は自殺した時に俺は世間に負けたっていう言葉を残していったけども、住みにくい世の中なんだったらね、冷たい世の中なんだったら俺たちが頑張って住みよい世界にしていくしかないんじゃないかと思うね。早く里見赤トンボを見つけてください。10ヶ月間の間ね、どうもたくさんお便りとかね手紙もらって本当どうもありがとう。もうハガキとかね手紙をもらうたびにね、こんだけたくさんのやつらがこのパックね、木曜パックを聞いてくれてるのかっていうかね、それがすごく心の支えになってきたし、俺がここまで頑張れたね本当一つの要因にすごくなったと思うんだね。最初に、初心を忘れるべからずということでやってきて、まあ一番最初の頃から俺言ってる今も気持ち変わらずにこの放送に、まあ、取り組んでるわけだけども、今回例えば1回目の時でね、もうお前はクビだって言われてもいいじゃないか、自分のやりたいことをやっていこう、言いたいことを言っていこう、な自分の気持ちをストレートに伝えていこうということで今まで頑張ってきた。だから、今回例えばそのこのパックインミュージックが終わってしまうということに関しても俺は何ら1回目2回目3回目と変わらない気持ちでね、この番組に取り組んできたし、接してきたつもりなんだ。そういった意味で本当最後までね応援して
くれたみんなにね、もう一度ここからお礼を言わせてもらいたいと思います。どうもありがとうな。そして、最後にね、いろいろ、本当どうもありがとうとかね、いっぱいたくさんハガキもらったんですけど、いっぱいたくさんってことはないな。いっぱい翔くんなんかいろいろ言っておりますが、一通紹介してみたいと思いますね。岡山県からいただきました。翔くん命の恵子ちゃんからもらいました。どうもありがとう。翔くん、みゆきさん、こんばんよ。目標パックのファイナルカウントに、パックリ軍団のみんなにお礼が言いたいんです。それは今年の1月中3だった私は、入試の追い込みに必死だった時、父が事故で入院してしまいました。母は付きっきりの看病で、家のことは全て私が、やらなくてはならなくなりました。普段から手伝いなどあまりしない私にとって、大変な重荷でした。それに試験は迫ってくるし、勉強する時間は少ないし、不安と焦りでいっぱいだった時、目標パックでためにならない受験講座や、突っ張り最新情報など、苦しいけど自分は今頑張ってるんだとか、高校へ行きたくても行けない、進学を諦めたという人々のお手紙を聞いて、私もみんなに負けないように頑張らなきゃと思い、約3ヶ月間家のことをやり通し、試験にも合格することができました。私がくじけそうになった時、みんなのお手紙でどれほど元気づけられたか、不思議なぐらいに頑張れたんです。本当にパックリ軍団の皆さん、ありがとう。パックは終わってもパックリ軍団の一人として、翔くんがいつも言ってる目標に向かって突っ走っていくということを忘れないで、これからの人生を歩んでいけたら最高だと思ってます。今まで素敵な放送を送ってくれた翔くん、愛してます。みゆきさん、ずっと素敵な女性のままでいてくださいね。それから梅本さん、スタッフの皆さん、これからもパック以上の番組を作るように頑張ってください。パックは永遠に不滅です。本当にありがとうというお便りいただきました。本当ね、俺ずっとやってきて思うことなんだけど、やっぱこうやってたくさんお便りもらったり、こういうこのほかね、電報も本当すごい束で今回もらったのね。ほいでやっぱスタッフの人、原さん、梅本さん、木戸口さんね、みんないろいろ放送中ね、あんだバカ野郎梅なんか言ってきましたけど、本当俺のことをねすごく支えてくれて、嬉しかったしね。そしてこのなんていうかな、時代に生きてよかったって、キザな言い方するとね、今この時みんなに会えてよかったなっていう気がするね。お前たちじゃなかったら俺のこと認めてくれなかったかもしれないし、そんな気がする。あ、それからね、これからも頑張っていきたいところで、ちょっとビビっておりますが、俺のセリフ聞いてください。覚えてるかい、この道はお前の好きだった湘南ボールさ、初めてキスを交わした、あの時もこんな雨の夜だったよな。お前の前だと気取っちまったよ、格好ばっか尽くしたって。そんな俺を見てお前いつも笑ってたよな。はい、本当どうもありがとうね。やっぱなんていうのかな、たくさんの仲間がいてね、そして一個のものができていくんだってことがこの放送を通じてすごくよく分かった。やっぱり自分たち一人じゃ何もできないし、そんな時に仲間がいてくれるってことはすごく最高なことだと思うんだね。そして一人一人が各自目標を持って自分の人生を頑張って生きていくってことが本当大切なんじゃないかなっていう気がする。放送は終わってしまうけど、だけど俺たちがここまで築き上げた10ヶ月っていうのはね、やっぱりみんな一人それぞれの心の中にやっぱ残ってると思うんだな。その、熱い気持ちを忘れないでね、これからも生きていけたら最高に幸せなんじゃないかなっていう気がします。ということでみゆき、一言。頑張るっきゃない。はい、これからも、頑張っていきたいと思いますんで、よろしく。それじゃあ皆さん、一緒に行っていただきます。せーの、頑張るっきゃない。
島から南は沖縄まで日本全国をカバーしてお送りするいすゞ歌うヘッドライト。新旧の歌謡曲を中心にドライブイン情報、留守番電話、午前4時の聞き物など、昨日から起きていらっしゃるあなた、今から仕事を始めようと思っていらっしゃるあなたと共に過ごす生ワイド番組です。おはようございます。7月29日のいすゞ歌うヘッドライト、木曜日のお相手は、今朝もムクムクしてますか、ムクムクマコリンこと岡雅子です。さて、なかなかあの梅雨が明けなくてね、ガーンと暖かい暑い太陽の日差しっていうのを待ち望んでるんですけど、なかなかね夏になりませんね。原宿に昨日行ったんですけれども、もうお休みに入ってハイティーンが街に溢れてました。私もなんか二十歳になったみたいな気がしてたんですけど、無理ですね。さて、それでは今朝も5時までご一緒にどうぞ。いすゞ歌うヘッドライト、コックピットのあなたへ。この番組は明るい未来を運ぶいすゞ自動車がお送りします。北へ南へ東へ西へ、毎日の暮らしを、そして日本のさまざまな産業を運んで、トラックは休めません。大切な積み荷を運ぶあなたの目的地はどこですか？お仕事本当にご苦労様です。いすゞ自動車では、より確かな運転と快適さをお約束するトラック作り、そしていすゞ車を見守るきめ細かなサービス網を通して、皆様のお仕事のお手伝いをしています。さて、これからは道路も空いてくる時間、スピードもついつい出しがちです。でも無理は禁物、安全運転をお願いしますよ。あなたのお供をするのは、楽しいおしゃべりとリクエストで綴る歌の数々。いすゞ自動車がお届けする2時間の生ワイド番組、いすゞ歌うヘッドライト。さあ、あなたのコックピットへお邪魔します。1曲目をお送りしたいと思います。目黒区中目黒の佐藤昭弘さんのリクエストにお答えしましょう。太田裕美さんで南風。ダウンタウン街角には気の早い若者たち、洗いだらしの半袖の靴、夏を待ちきれずダウンタウン目に留まったポスターに、去年の夏ラブだけてしまう、あの時もまた会いたい、列車惜しげもなく探した、君の素肌の誘惑、週末は晴れそうです、それなら自慢の車に乗り浜辺行こうか、センターレイディオン、このメロディー去年の夏のヒットソング、小麦色の花がいっぱい見える、会いたい、
曲目太田裕美さんで南風お送りしましたが、目黒区の佐藤昭弘さんのリクエストカード、太田裕美さん今ニューヨークに音楽の勉強に行っているけど裕美さんのことを忘れないでくださいと書いてあります。どうもありがとうございました。さて改めてご挨拶です。7月29日のいすゞ歌うヘッドライト、今日木曜日のお相手はムクムクマコリンこと岡雅子がお相手をいたします。なんだか早いもので7月に入って、もうすぐ夏だ夏だと叫び続けながらもう29日になってしまって、あとねもうあっという間に8月に入ってしまうんですけど、なんだかねあの梅雨の間に雨降らなくて、今年は夏が早いと思っていたら今頃になって、なんだか梅雨空が広がってます。それから、ま、九州の長崎の方では雨のためにもかなりの被害が出ているようですね。本当に長崎方面に住んでらっしゃる方、心からお見舞い申し上げます。さて、まあ、さっきねあの頭のところで昨日原宿に行ったらハイティーンが溢れていて、私も二十歳になったみたいと言ったらスタッフが一斉にドドーッとこうなんかね後ろにこうバーッと倒れる格好したんですけどね。でもやっぱりそういう若者の街、今パンツルックって流行ってますけど、真っ赤なパンツとか緑のパンツとか白い T シャツにこう紫のジャケットとか、そういうなんかちょっとよからぬこと今イヤホンで言われたんですけど、なんかそういうカラフルな街をね若者が歩いてて、その中を自分も一緒に歩いてると、やっぱり私もなんかその年頃になったような気になりますね。もう20メーターも歩くとすっかりもうルンルンという感じになりますけれどもね。まあ、気分転換にいろんなところを歩いてみたり映画を見に行ったり、そういうことってとっても大事なんだななんていうふうに、思います。それにしても困ったのは洗濯物がなかなか乾かないことなんですけど、洗濯して外に出していってね、雨が降るなと思ってそのままにしていくと案の定雨が降って、またそれを洗い直してまた外に出すとまた雨が降ったりして、同じネグリジェを3回ぐらい洗ってるんですよね今ね。ねえ困ってしまいますけど、きっと僕もだとか私もだっていう方がいらっしゃると思うんですけども、早く早く夏になってほしいとひたすら思っております。さてではこの辺で今日の2曲目に行きたいと思うんですけれども、その前にちょっとメニューをご紹介したいと思います。この後道路情報、それからドライブイン情報、留守番電話をお送りしまして、4時前には3分間フリンクッキングのコーナー、4時になりましてからは午前4時の聞き物コーナー、そして、もう一度道路情報をお伝えします。今週の歌はやずりの長官から今日のお天気というふうに、今朝も5時までお送りいたします。
ラベルズで